前でイタコストップ止まるよう願いします。パンダの餌あげ。またお口から遠い位置に出してしまいますとレッサーパンダたちお水に落ちてしまう恐れがあります。しっかりお口の前まで近づけてあげてください。動物たちは高いところにいますのでお子様は大人の方が抱っこでお手伝いをお願いします。ヘリにお持ちでない方は1個ずつ前に進んでいただくよ。